らーん。あれなんサニーレタス、サニーレタスです。はい、で今日はレタスの塩昆布のサラダとレタスとシーチキンと醤油の炒め物です。皆さんレタスは好きですか？大丈夫ですか？はい、はい、大好きです。なかなかレタスとかってね、生で食べるイメージありますけど、今日はじゃあ炒め物もご披露していただくということで、はい、いいですね。じゃあ今日もいつもの通り元気にフレッシュに料理をお願いします。ではスタート、はい、行きます。さあ、じゃあ料理してる間ね、ちょっとニコラバのコメント来てるのをちょっと何とか、何点か読み上げたいですけど、まずマヨミンさん、マヨミンさんってもしかしてお嬢様ですかと来てますけど、お嬢様、まあそれは海外旅行も行ってて留学もしてたらそういう風にね見られちゃいますよね。どうなんですか？どうなんですかね。凡人です。凡人だそうです。凡人だそうです。ちなみにあのベジッコの中でお嬢様キャラって誰なんですか？お嬢様キャラじゃない。コショウ誰？コショウ欲しい。じゃあお願いします。誰？お嬢様キャラ、はい、お嬢様キャラをあえてあげるとしたら、お嬢様、私出た、夏出た出た出た、自分で言っちゃうパターン。あ、じゃあみんないないんですかね、お嬢様キャラクターで。ないないないですね。え、でも話し方はヨアンちゃんかなって思う。ゆあんちゃんはお嬢様、お姫様キャラかもしれないですね、うん、確かにね。うん、普段は分かんないけど。なるほど。めっちゃおっとりしてて癒されるわ。水本さん、今そのシャカシャカして何されてるんですか？あ、今ね、レタスと塩昆布。そう、塩昆布を混ぜてます。混ぜしてるんですかね。はい、すごい。はい、どうぞ皆さん混ぜ混ぜしてくださいね。炒める。ああ、炒める。あとね、ニコラバコメントの中で水本さん、なんでメガネなんですか？あ、そうなんですよ、うん、あのこの前ブログでラテメガネつけた時に、あの今度ニコ生これで出てっていう意見があって、あ、だからそのリクエストにお答えしようと思って。リクエストにお答えしてですね、はい、だからニコ生でしてほしいこととか、うん、ブログのコメントに書いてもらえたら嬉しいです。あ、そうですね、あの、はい、ビジッコの皆さん今、はい、全員書いてください。はい、ぜひお願いします。お願いします。ビジッコの皆さん今ねブログ全員やってますからね、ニコ生でやってほしいこととか、ね、ぜひ書き込んでほしいですね。じゃあちょっと今フライパン用意しますからね、ちょっと待ってくださいね。もう少し、もう行くよ。お、お、あ、行くよ。これはもうキャベツでこれ作ったことある。キャベツ、レタスのキャベツで、で塩昆布入れて、なんか色が、ね、キャベツと塩昆布のレサラダが美味しいですよね。わかるよ。ごま油ちょっと入れて、私でも昆布今日、じゃあ、めっちゃいい匂い。あら、もうちょっといい感じに出来上がってきたんじゃないですか。かけますよ。はい、わー、いい感じ、美味しそう。全部いっちゃう。なるほど。はい、完成。完成。はい、一つ目完成ですね。塩昆布サラダ完成です。イエーイ。じゃあ次、じゃあもう一品。いいですね、もう回を追うごとに手際がだいぶ良くなってきますね、うん、素晴らしい。今日スムーズに。じゃあ2品目はもう一度改めて聞きますけど、何を作るんでしたっけ？醤油とシーチキンとレタスの炒め物です。おー、シーチキンとレタスの炒め物。シーチキン入れます。はーい。あ、うわー、いいよー。あー、美味しそう。美味しそう。お、すごい跳ねてる。お、いい音がね、してますね。醤油です。美味しそう。美味しそう。よし、じゃあリナ、入れるようにお願いします。さっきあの文化祭の話出てましたけど、文化祭は他皆さん何か出し物とかしたんですかね？文化祭、まだ文化祭やってないです。あ、そうなんですか。はい、あ、そうなんだ。文化祭っていつですか？来月です。あ、来月とかなんですね。なるほど、なるほど。私やりました、文化祭。お、夏美さん、何やりました？バルーンアート。はい。ごめんなさい、バルーンアートって何ですか？風船をくっつけてキャラクターを作る。
バルーンアートですね。はい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 。あれを披露するんですか、それとも飾って。展示です。あ、展示したんですね。いやでもすごいですね。じゃあバルーンアートできるんですか、ハチミさんは。できますよ。ほらままた特技増やしちゃって。でももういっぱい。じゃあ今度ね、水桃さんと一緒にバルーン漫才をね、ちょっとね。今日絶対一緒で終わりますよ。今日メガネ漫才ダダスブリでしたからね、ちょっとね、やってもらえると。すごいいい匂いしますね。めちゃくちゃいい匂いしてますけど。なんか、すごい。頑張れ。頑張れ。美味しそう。あ、もも文化祭先週、先週、あれ？いつだ？先週。夏海と同じ日にあったんですけど、はい、バンドとチアダンスとソーランと、あと何したっけ、新喜劇しました。ああ、山盛りですね。そう。もう最後の文化祭だったんですよ、今年。あ、そうかそうか。じゃあ、さっき食べていただきます。サラダいただきます。何からいただくんですか？サラダいただきます。あ、じゃあどうぞサラダをね。マヨミに作らせて食べるというね。うん、おいしい。どうですか。おいしい。サニーレタスと塩昆布のサラダ。じゃあリーナさんどうですか。すごい、昆布と塩がすごい混ざっててすごいおいしいです。いい塩梅で。ゆあちゃんどうですか。しっかり味がついてて、しかもレタスがシャキシャキでとてもおいしい。お、いいですね。水桃さんどうですか。海苔と塩昆布とあとレタスがすごいマッチングしてます。美味しい。甘い。塩昆布だけじゃなくて海苔もかかってるんですね。海苔が味付け海苔が、いいですね。夏美さんどうですか。塩と海苔がすごい合うのか、野菜とめっちゃ合って、うん、おつまみとかにいいかも。おいしい。いいですね。まさかのおつまみ発言がありましたけど、でも合いそうですね、おつまみね。ちょっと、お、そんなこと言ってる間に、おいしそうですね。さあ、できました。改めて料理名お願いします。醤油とレタスとシーチキンの炒め物です。オーケー、おいしそう、ねね、スタジオの中でもいい匂いがね、すごい漂ってますけど、じゃあ皆さんちょっと取り分けて、ね、食べてみましょうか。ここに乗せよ、行くよ。いいよ。あ、サラダが戻ってる。あったかくなってしまう。はい。さっきね、やっぱりあのサニーレタスね、炒めるとちょっとしんなりして。いただきます。どうぞどうぞ。リーナさん、暑いからね、気をつけてね。熱々ですよ。暑すぎてコメントができないリーダーの姿を皆さんご覧ください。美味しそう。美味しい。大丈夫。よしよし。なんかサラダと混ざってしまって。いただきます。サラダ混ざった。もう皆さん美味しそうに食べてますね。よし、じゃあいただきます。どうですか、ヨアンさん。こっちから。これそうかそうか、あったかい食べ物だから食べた後すぐコメントはなかなかきついですね。ちなみに今コメントでユアンさん、昨日体育会でしたよって書いてますけど。そうです、祭です。昨日体育祭です。あ、体育祭だったんですね、はい、種目は何出たんですか。女子リレーと、あと学年種目の台風っていう。ほう。で、私7組なんですけど、優勝したんです。おー、おめでとうございます。これは素晴らしいですね。ニコラマなんかこの子、同級生って言ってますね。同級生がもしかしたら見てくれてるかもしれないですね。ありがとうございます。誰だろう。夏美さんどうですか、レタスの炒め物の方は。もうさっきと違ってレタスが柔らかくて、シーチキンとすごい合ってた。シーチキンと合ってる。はい、合ってます。なんかシャキシャキ感があったのが、炒めるとまたしんなりしてね、食感が変わりますからね。水桃さんどうですか。そう、なんだろう、甘いです。さっきすごいしょっぱくて良かったんですけど、こっちもまたとろんってしてて美味しいです、ね、ちょっとやっぱ炒めるとね、食感もそうですけど、味もね、ほうれん草でも合うかもしれない。そうですね、野菜あのね、温めると結構甘みがね、引き出されますからね、美味しいですよね。じゃあ実際にフライパンを振るってたマヨミンさんはいかがですか。
すごいなんか柔らかくってそのシーチキンの油となんかすごい美味しくブレンドされてるというか、そうかそうか、シーチキン自身からは油が出るから、はい、その油とこう絡まって美味しいって感じですかね。美味しいじゃん。ほら、サニーレタス、なかなか大好評ですね。皆さん、もぐもぐ行って今日もあれですか、外にいらっしゃる皆さんにも振る舞われますか。はい、はい、これね、来てくれてる方の、まあ、醍醐味ですよ、楽しみですからね、はい、ぜひ外にいる方、楽しみにしてください。後でサニーレタスのサラダ等持っていきますので、よろしくお願いします。さあさあ、そんなこと言ってる間に、そろそろね、お時間もちょっと迫ってきてる状ですけど、今日のね、はい、感想などあれば皆さんちょっとね、美味しかったです。ね、美味しかったです。美味しかったです。あとマヨミンのアメリカがすごい衝撃だった。そうですね。国際的に行ったことないから。マヨミンが国際的なね、うん、動きをしてるってよく分かりましたし、あとみんなが滑舌が悪いってもよく分かりましたね。ちょっとね、それはね、やっぱなんとか改善しなきゃいけないんでね。どうします？リベンジしますか？ちょっと時間もあるし。したい。したい。ちょっとね、問題児がね、水桃ちゃんとヨアンちゃんが問題児なので、え、そうだった？そうだった？そうだったんですか？え、ないですよ、そんなことなかったですか？大丈夫。じゃあちょっとね、じゃあどうしようかな、水桃さん最後にしますか。じゃあね、まゆみんスタートで、まゆみん、リーナ、ヨアンちゃん、夏美、水桃で、はい、じゃあもう一回チャレンジね。これね、滑舌、芸能界活動ですごい重要ですから、はい、頑張ります。じゃあまず何て言うんでしたっけ。バスガス爆発。 OK ですね。バスガス爆発。ちゃんとバスガス爆発、ちゃんと連鎖していってくださいね。バスガス爆発。ガスガスバスですよ、バスバスガス爆発。バスガスがね、ガス爆発してる、それもまなんだね。はいはい、頑張ろう。じゃあいきますよ、ちょっと連鎖でね、ここでビシッと締めてエンディング迎えましょう。はい、いきますよ。じゃあまゆみんさん、お願いします。ガス爆発。こらこらこら、バス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 、これね、言葉の意味をちゃんと理解してください。バスがガス爆発したっていう意味なんで、バスガス爆発ですね。バスガス発、大丈夫ですか。じゃあまゆみんさん、最初が肝心ですからね、いいですか、これバシッと締めてエンディング向かいましょう。じゃあまゆみんさん、お願いします。バスガス発。いやでも結構生きてた方ですよ。いや、あかん。これはあかん。じゃあちょっとね、ゆあんちゃんから、ゆあんちゃん、りーなんちゃん、まよみん、なつみん、みずももちゃんが落ちていきましょう。はい、はい、頑張ります。これビシッと決めてくださいね。はい、頑張ります。これ決まんないでね、閉まんないで番組が、はい。じゃあゆあんちゃん、お願いします。バスガス爆発。バスガス発発。ガス爆発バス。バスガス爆発。おほら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 、勢いでごまかされますね。最後が決まった。まさかの水桃ちゃんだけがバシッといけただけ。言えたよ、言えてました、言えてました、ちょっとリーナーもう一回言ってみましょうか。バスガスハツ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 ってなってるから、ハツハツになってる。バスガスバスガス爆発。わかりました。これね、ちょっとね、これちょっと芸能活動に支障をきたすんで、早口言葉ね、企画なんかやりましょう、これちょっとね。じゃあ皆さん最後締めてください、お願いします。はい、もう終わりの時間です。感想も言ってくださいね。感想言いました、みんな。え、楽しかった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 。はい、では次回は9月28日13時半から14時の放送です。この番組は大阪日本橋にあるヌルライブスタジオ、略してヌルスタからお送りしました。それでは来週も見てください。全員で飛び出せベジーコー、はい、見てね、残り来年じゃ、来週ね、残りあと1分ありますからね。来週も見てください。そうだ、1時半から30分、うん、残り1分つなげましょう。はい、嘘だ、30分、はい、見てください。30分30分間早口言葉できるようになってきます。うん、そうだね。バスガス発発、バスガス爆発発発発発発発、バスガス発、バスガス爆発、ガスガス発発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 発、残り時間をつなげるっていうのもね、バスガス爆発必要ですからね。バスガス爆発、バスガス爆発、
もういいんじゃないですか、バスバス初初でいいんじゃないですかね。ベジッコはそれでいいですよ、もう言えないですから多分。ね、来週また新たなね、来週か再来週か、再来週から、ね、新企画始まるんでね、はい、再来週からちょっとそういう企画を盛り込んでやっていきましょう。じゃあ最後、飛び出せベジッコで締めましょう。お願いします、はい、飛び出せベジッコ。